ル・ドゥタブルはフランス海軍が建造した装甲艦である。設計はドビュシーで同型艦はない。本館は全級であるコルベール級の改良型であるが、船体の材質に鉄に加えて鋼材を用いたのが特徴である。また、本館からフランス装甲艦の特徴である幅広い船体に、 特徴的なタンブルホーム型船体の採用で、これは、後の全土旧戦艦時代中期まで引き継がれた。春工時のルドゥタブル。タンブルホーム型船体のおかげで砲角の社会は、守備線方向に広い。ルドゥタブルの、艦備側手法。船体の基本形状は、全艦と、同じく艦首水面下に昇格を持つ船体に3本の、 マストと中央部に一本煙突を持つ当時の一般的な走行艦の形態であるが一方で艦幅が全球17.5メートルであったのが本艦では19.7メートルと2.2メートルも太くなっているのが特徴であるこれにより外洋航行時の安定性が増したまた原則走行帯は全球が225ミリメートルであったのが本艦において一番 薄い箇所でも 240mm となり、船体中央部は 350mm に達した。全球で2箇所に減った船体中央部の円形のバーベットは、本館でもそのままであるが走行範囲が法各部を取り込んで水面部までの上下の広い範囲を走行で覆うのが特徴的である。手法には、新開発の1875年型27、 センチメートル方が、単層砲がで8機を搭載しており、配置方式は、監首側に開けられた砲門に1機、五パンの端部に1機ずつと左右のバーベット部に、片元1機ずつで、計4機を配置、船体原則の方角部に、片元2機ずつ、計4機を配置した。この配置により、前後方向に、最大5門左右方向に、最大5門を試行することができた。 バーベット部の走行は 240mm 走行に強化されている。近代化改装直後のルドゥタブル竣工後の1893年から1894年にかけて行われた近代化改装で3本のマストの内中央部のマストは撤去され2本となり、搬送設備は撤去されて簡素なミリタリーマストとなった。ミリタリーマストとは、 マストの上部あるいは中段に警防御の見張り台を配置し、そこに 37mm から 47mm クラスの機関砲を配置したものである。これは当時は水雷艇による奇襲攻撃を迎撃するために遠くまで見張らせる高所に大水雷撃隊用の速射砲あるいは機関砲を置いたのが始まりである。形状の違いはあれどこの時代の列強各国の 大型艦には必須の装備であった。本艦のミリタリーマストは長部には2段の見張り台があり、中段に 47mm 回転式機砲が、単装砲画で1機が配置され、後部ミリタリーマストも同形式で1機ずつ、計2機が配置されたが後に増設された。武装は大きく更新され、後径は 27cm と変わらないが、方針長が伸ばされた。 1881年型 27cm 砲が、単装砲がで1機。1875年型 27cm 砲は、単装砲がで4機。1870年型 24cm 砲は、単装砲がで4機。10cm 単装速射砲6機。47mm、回転式機砲2機。体幹攻撃用に 35cm。 水上魚雷発射艦単装で2機を装備した。本艦に搭載された主機艦は、船体中央部の主要防御区画内部に配置した石炭船小円艦8機に水平型2段膨張式レシプロ機関2機で変わらないが、最大出力は全球の4600馬力から5900馬力へと強化された。そのため、 全球よりも太い船体形状にもかかわらず速力は14、ノットを維持できた。燃料の石炭は10トン減少の610トン、搭載された状態で10ノット巡航で2800回りを航行することができた。機関は前述の近代化改装時において乾燥され、遠筒管8機に直立型三段膨張式レシプロ機関に一気に乾燥された。この結果、 最大出力6070馬ありきで、速力14.66ノットに向上した。世界の感染増刊フランス戦監視、ありがとうございます。